ナメクジっていいですよね。地球は今から46億年前に誕生し、それからというもの非常に長い年月をかけてたくさんの生き物が誕生しました。今回はそんな生命についてのお話をしていきます。まず宇宙は138億年前に超高温、超高圧の火の玉が爆発することで誕生したのではないかと言われており、これこそがかの有名なビッグバンと呼ばれる現象です。それから46億年前に地球なるものが誕生。39億年前には世界で最初の生き物が誕生しました。その生命は有機物とアミノ酸の化学反応によって生まれたと言われており、ただ一つの細胞でできた単細胞生物で、海に住み酸素を使わずに硫化水素を栄養にしていたといいます。15億から10億年前になると多細胞生物や有性生殖をするような生き物も誕生し、1億年前にアフリカで最初の人間の祖先と言われるアウストラロピテクスが誕生しました。こうして今に至るというわけですが、では世界で最初の脊椎動物とは何でしょうか。その生き物はナメクジウオという魚の仲間なのですが、なんと実は今も姿を変えずに生きているのです。さすがにえぐい。ちなみに世界で超原始的な背骨を持たない生き物はホヤ、ナメクジウオ、ギボシムシの3体です。ナメクジウオは脊椎動物の祖先の一つです。魚の祖先とも言えるし、人間の祖先とも言える、まさに生きた化石ですね。それではナメクジウオについて紹介します。脊索動物門の頭索動物亜門に位置付けられる、現在世界で30種類程度が発見されている、主に温暖な浅海で海底の砂の中に潜んでいると言われています。なのでナメクジウオは厳密的には魚の仲間ではありません。ちなみに頭索動物に分類される生き物は今のところナメクジウオしかいません。そのナメクジウオの中でも最もメジャーな種が東ナメクジウオなので、今回東ナメクジウオについて紹介します。東ナメクジウオが発見されたのは1882年で、石川千代町によって広島県鞆の浦で浮遊幼生、そして松原慎之介によって豊前沖のドレッジで生態がそれぞれ採取されました。その後関東から四国の太平洋岸や北九州沿岸など日本の周りの海で次々に発見され、このうち広島県三原市の雨竜島と愛知県蒲郡市の大島のそれぞれの砂浜長官帯の一部がナメクジウオを生息地として天然記念物に指定されました。この時点でなんとなく分かったと思いますが、東ナメクジウオは絶滅危惧種です。かつてはこれらを含めて各地の長官帯地に多数出現していたようですが、現在ではそれもごく稀となってしまいました。生息の中心は深さ数十メートルまでの超過帯地、超過帯で瀬戸内海の一部海域、そして伊勢湾湾口部では高密度の生息が知られています。ナメクジウオ、生息地が局地的で非常に珍しい生き物ということです。ナメクジウオは体長約5センチの半透明で、脳はなく左右に扁平で頭部は分化しておらず、各体節は左右交互に並んだ64筋節に覆われ、吻口に近い腹側に40本の外ヒゲに囲まれた口があり、砂底直上の植物プランクトンなどを多く摂食しているといいます。小さめでその上ナメクジという名前からは想像ができないほど死ぬほどすばしっこく動くそうで、見つけるのも捕まえるのも至難の業です。同じ地球の生き物として脊椎動物の祖先が今なお地球にいるのはとても嬉しいですよね。ということで今回はナメクジウオについて紹介しました。地球って面白いですよね。今回はナメクジウオに焦点を置いて紹介しましたが、ナメクジウオ以外にも脊椎動物の祖先と言われる生き物は実はたくさんいるので、興味がある人はぜひ調べてみるといいと思います。ということで僕は生物系の動画を上げている YouTuber なので、ナメクジウオの素揚げを食べてみたい方はぜひ他の動画も見ていってください。本日もご視聴ありがとうございました。ナメクジウオは体長約5センチの半透明で、脳はなく左右に扁平で頭部は分化しておらず、各体節は